矢野町はかつて広島県秋郡に存在した町である。1975年3月20日に秋郡、船越町と共に広島市に編入して消滅した。現在は広島市は聞区矢野となっているが秋郡に囲まれている。JR クレセンで広島駅より矢野駅まで約13分と広島市中心部に近いが、 他の広島市域と陸地で接しておらず、飛び地になっている。矢野周辺の秋群海田町、熊野町、坂町と広島市は合併問題が進展していない。矢野は広島市域でも古くから歴史のある地で、矢野を中心に秋群坂町、呉市の天皇、押込地区、秋群熊野町の川澄、平屋地区まで含めて、かつては洋熊と呼ばれていた。 縄文時代の早期には、人が暮らし、矢野小学校の校庭から、縄文土器やや良い土器、石符などが出土している。平安時代、秋熊谷市により矢野城が築城され、城下町として発達。また、温度の瀬戸を開いた平の清盛の厳島への航路に近く、広島湾から、さらに湾になっているため、港津の港町としても発達した。 1335年12月23日、矢野城は、足利高氏にこうして挙兵した、武田信武らの軍勢に攻め込まれ、熊谷連閣をはじめとする熊谷氏の、傍流一族らは、昼夜の別なく4日間にわたり、幕府軍勢と戦ったが敗れた。その後1445年に、尾張国より、野間重義が、矢野城に入り、近隣の平賀氏や小早川氏と争いを、 繰り返し勢力を拡大した。1554年9月7日、毛利元成が3000機を持って、矢野城を総攻撃。野間氏一族は虐殺され、この時矢野城も廃城になったと推測される。この矢野城工房の悲惨さを語る野間高史実の、野間川、長く里人の語り草となっている。江戸時代、矢野は、両布なだまり、将校として栄え、明治時代に入ると、 1870年、矢野の長慶寺に、警的車が開設され、広島県歌唱学校の先駆けとなった。1903年、関節鉄道の海田市し駅クレー駅間会業により、矢野駅設置。1935年、矢野深海先を埋め立て、大日本帝国軍の基地となる。1907年7月15日、集中豪雨により、矢野川にて土石流が発生。 死者64人、負傷者62人、家屋の流出損壊152棟。以後、死者を伴う矢野川の土石流災害が頻発する。矢野町市では土砂災害が拡大した原因の一つに前年から始まった矢野峠の工事を指摘している。1945年8月6日、広島市中心部に原子爆弾が投下されるも矢野地区と広島都心との間には、 黄金山があり、爆風被害がほとんどなかった。1975年、広島市に編入合併。矢野町は、矢野川、宮下川の下流域に、町の主要部と集落がある。以上の三つの山は、矢野山山と呼ばれる。かつては、かの字の産地として知られ、最盛期には、業者数400社以上、従業員数1400人を数え、 全国生産量の90%を占め、海外へも輸出されていた。合併を経験せず、単独尊生単独調整を続けた末に、広島市に編入されたため編成されていない。1972年3月に、広島県道内会、矢野線が主要地報道に昇格してからはなくなった。ありがとうございます。